こんにちは、ジュチャンネルことジュです。マッドファーザー3回目やっていきたいと思います。前回忘れてましたけどね、あのはしごってあったよね。はしごを取ってからどうするかって話ですけども、ここだっけ、あ、ここにさ、はしごがあるんですよ。このはしごがある、で、これを取るでしょ。はい、うん、はしごを取りました。え、おっせ、ちょっと待って動きおっせ。これ多分さ、このジェム、これかけたの、あ、これか、これジェム取れたんですよ。なるほどなるほど、ジェムを取るためのものなんですね。チェーンソーが使える場所になると、右下のアイコンが光ると思うんですよ。え、一人減ってない、これ。しかもなんか後ろになんか持ってません、あんた。お帰りなさいませ、お嬢様。えこれ、どこについてんの。え、暖炉に入ってるの。え、いや、何もないけど怖、燃やされたのかな。こいつら同じことしか言わないしな。お前はあの村人 A、B か。女の子の泣き声が聞こえる。え、こっから聞こえんの、どういうことだ。もしかしてこの部屋、あの場所とつながってるのかな。あー、なるほど。暖炉の火を消す方法を探す。え、あ、この暖炉の火を消して、この奥に地下に行く通路があるってことだね。なるほど。水ぶっかければいいんじゃ、あ、消火剤って持ってた気がするな。そういえば、アイテムでさ、消火剤あったよね、これ。あ、これか。これで消すのか。ほい。あ、よかった。あー、消えた。やったぜ。オッケーオッケー。じゃあ、ここから入れるの？暖炉の中を調べますか。はい。入るけどさ、動けないけど。暖炉の中なのかなるほどなるほど。穴の中から少女のすすり泣く声が聞こえる。え、これでアイテムでさ、眼球の入った標本瓶、これを落とせばいいんじゃないの。ペッ、少女の泣き声やんだ。で、さっきの少女のところに戻ればいいんじゃないですか。で、ここで話してみるの。見つけた、私の目。食ってんぞあれ、あ、復活した、すごい。あ、やった、あら、かわいい。見える、目が見えるよかったね。地下から開くの、どういう牢獄普通さ、牢獄ってさ、外側から開けれてさ、内側からは開けれないんだよいいのかよ、ガバガバじゃん。ありがとう、ついちゃった。あ、これクリア。で、これはジムを手に入れた。あ、またジムか。なるほど。これはこの奥は、ええ怖っえ、これがメインミッションか。ドラム缶がいっぱいある。ループする通路の謎。え、これループしてんの。あれ、今階段降りたはずなのに。あ、なるほど。え、どうすればいいのこれ。うれえ、どうにかして、じゃあ戻ってみる。戻ったらここだな意味ねえな。なんかここに秘密があったりするのかな。あ、チェーンソーが使えるぞ。え、ダメか。あれ、ダメだな。なんか今、なんかこれ、誰かいる。どちら様ですか。
あのなんかすさんでんな。いやさぐれてんな。この先に進めないのはあなたの仕業？コックン、素直だなお前。お父さんを助けるためにこの先に行かなくちゃいけないの。だからお願い、ここを通して。大丈夫？どうすればここを通してくれるの？え、あ、ついてきてくれるの？で、この子と一緒に行けば大丈夫なのかな、もしかして。チェーンソー意味あった。あれ変わってないじゃん。え、ついてって同じじゃん。ちょっと待って、これちょっと違う。あれあれどうしてついてくるの？もしかしてお家に帰りたいの？外に出たい？あ、コクンだって。あ、なるほど。ついてきて、外に出してあげる。その代わり、あそこを通してね。あ、なるほど。なんか、やさぐれてる周りにはスノーの人だな。結構可愛く見えてきたぞ。じゃあ、この子を連れて外に行けばいいんだね。私？この服さっきの女の人の、え？入れ替わったの？どうなってるの？え？入れ替わっちゃったの？どうなってんの？開かない。え？ちょっと待って。え？え？これお父さんじゃない？なんかチェーンソー持ってませんか？大丈夫？じっとしなきゃダメじゃないか。え、お父さん？さあ始めようか。え、何を？ちょっと待て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 。おい、お父さん何をするの？君のその綺麗な手をいただくように。ぶち切る気？手を。やめてお父さん、私を。声が出ない。え、お父さん。まなんてこと、何言われてんだよ。お前やめろよそういうの。あ、そういう思いをしてたということなのね、この女の人は。あれ、いなくなっちゃった。で、チェーンソーは使えるマークがあるけど。あ、女の人倒れてる。ピクリとも動かない。え、何があったの？え、お父さんにやられたのかな。なんか手なさそうなもんだこれね。え、あ、これでクリアだ。あ、チェーンソー使うの。カラスぶった切る。おらこのカラス。これなんだ、レバー式のスイッチのようだ。レバーがなくな、あのゲームセンターのコントローラーのレバーの丸がなくなってるみたいな。あれ取るやついたよな。扉は片付けされている。うん、大戸扉を開ける。 OKOK。 じゃあこっち行くしかないな。あ、ジムがある。え、ジムがあるけど取れない。チェーンソー意味なし。なんか BGM 不穏だけど。ちょっと待て、壊れた。
ジム、オッケー。13個。あと7個か。何入ったんだよ。え、上に誰かいる。ちょっと待って。こっちは？この辺。シンクに水が溜まっている。うわ！シャワー浴びるか。浴びれないの。あ、壊れた。これは電気の中なんかあるよ。また電気かよ。電気の中に鍵が落ちている。え、行動が制限されます。まだ拾おうか。汚くて触れない。なるほど、ごもっともですよ。待て。なんか水色変わってんぞ。血の色になってますけど。何も触れないか。じゃあこれ触るものを取られてんの。マジックハンド的な。しょうがないか。このおじさんに話しかけるか。何その手。え、そっち行けってこと？また話しかけてみよう。老人が指を差し立ち尽くしている。こっち行けってこと？あ、行けた。あ、行った。またなんかある。何これ？脳みそ？クトゥルフの脳みそ的な。いや、調べられるわ。ん？ねえ、これ。監視？監視。監視手に入れた。うわっ！何これ。輸血のやつ。あとは、触らせるものを調べる。あ、なんだこれ。ウサギさんじゃん。やだ、この子たち。なんだか、スノーボールに似てる。まあ、ウサギだからな。白いウサギは全員スノーボールだ。うん。いや、他に調べられるものなさそう。骸骨。標本。あこれは叩いても簡単には割れそうにない。チェーンソー出番だ。ダメか。ダメでした。え誰。あさっきよりでかいな。こっち行けばいいのかな。えなんかいる。何これ。え何してんの。よくも俺をこんな姿にしたな。許さない。許さないぞ。ロープで吊るされた男。どうするのこれ。ロープで吊る。チェーンソー。あれ。チェーンソー。切れた。切れた。めっちゃ暴れてますけど。助けてあげたのに。助けてあげたからさ、こっちには危害加えないよね、多分。この人形だけさ、やたら目立ってるけど、なんか取れないかな、これ。取れないか。あれ、いない。あめっちゃ割ってますけど。あ、これ取れる。ジム。あと6個か。ひって。ぐっちゃぐちゃでした。なんか本がある。この本は？解体新書と書かれた本がある。お父さんがいつも読んでた本だわ。気持ち悪い絵がたくさん載ってるから読みたくない。え？何これ？ナイトキャップが落ちている。人間のものにしては小さい。ここさ、さっき、おじいさんみたいな人いたよね。さっきでもでかいのにやられちゃった。あっ、あ、これ多分パズルだな、これ。開いた。え？
血で汚れた人形が放置されている。何これ、手枷が激しく揺れ動いている。使われていないはずなんだが施錠されているようだ。え、施錠されたのあるの。え、開いた。あ、鍵が割ってた。くそ、そこにカラスいるのに。セーブしたいのに。で、このパズルを頑張りましょうか。まずこうやってこうやってこうやって、あ、これ積んだ。積んだ。あ、リセットできるんだ。待って待って、楽勝やんけ。手稼いの声、あー、オッケー。あ、しまった。あげた。自ら脱出口を閉ざしてしまうとこだった。危ない危ない。じゃあこの手稼いでこれ使うの、これ使って、アイテムで手稼いの鍵、はい。いたんだ。これはジム、オッケー。あ、おじいさん。あ、さっきの暴れた男の人探さなきゃ。電気は触れないよ多分ね。触れないわ。この監視で取るのかな。こうやってアイテム監視、鉄格子の鍵を拾った。あ、オッケーオッケー。あ、なるほどなるほど。でさっきのて、え、この鍵汚い、そのまま持っていけないわ。これで洗えばいいんじゃない。シンクに水が溜まっている。うんうん、そうそう、便器で拾った鍵をシンクの水で洗い流しますか。はい、あ、なるほどね。なるほどなるほど。オッケー。この鍵で開けると。開けた。よっ。で、これセーブができる。じゃあ、この先に行けばいいのか。はい。え、真っ暗。誰かいる？どちら様ですか？死んじゃったよ。行くしかないか。音を立ててはいけない場所。なるほどね。なるほど。チェーンソーは使っちゃダメ。水たまりには入っちゃダメだね。カオス。あ、なるほどね。え、これどうやって行くの。お前。ふざけんな。あ、大丈夫だった。ネズミがいる。はい、あれ、あ、大丈夫か。あ、一応分岐があるだろう。え、どうすんだこのネズミ。邪魔くせえな。こうか。オッケー。開いたよ。待て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 。え？あ、開けてからか。え？ダメじゃん。閉まってんじゃん。あ、ほんとムカつく。ところどころに罠がある。あ、ちゃんと。リスポーン地点が変わった。で、こう入ればいいの。あ、え、え、
誰？あれ？え？あいつあれか。音がするものは何でも刺しに来るのか。ざま。じゃあこっち行くしかないか。これは踏んじゃダメ？え？ダメじゃん。いけないじゃん。踏んでみる。あれ？ん？地面にひびが入っている。強い衝撃を当たれば壊せそうだ。はい。あ、なるほど。ね、これね、チェーンソーを使うんですよ、きっと。え、来るでしょ？来て、かわすんだよ。ほら！やったぜ！ハンドレバーを手に入れた。あ、ここだ。ここで、ハンドレバー。これはね、ほい。つけた。で、開いた！やった！え、なんだここ。うん、誰かいる。あの、ハゲか。ハゲだ。この先に行くとしばらく戻れないかもしれませんよ。え？いけないよ。あ、こっち行けるのか。あ、なるほど。こっち側は。こっちは。いけないか。こっちに行くしかないな。え？あ、いた。え？今何だったの？普通に入れる。あ、セーブがある。食堂か。しばらく戻れないってどういうこと？何もないな。動いた。こっち？何これ？ソーセージ。肉が吊るされている。わよ。変な声出た。いや特に何もなさそうな。かまどの火がつけっぱなしになっている。消してあげる？いや、特に何もなさそうだ。あっ！待て待て、誰？え？待て待て待て！何すんの？何すんの？え？こう。けん。よし。だから、てんてんてんってなんだよ。それ、掛け声は何？今の誰？ん？何が起こってる？ジャックは赤眼の怪人から呪いの力を授かりました。ジャックは言いました。ありがとう赤眼の怪人、これで奴らに復讐ができる。ねえお母さん。ん？お父さんはいつも地下のお部屋で何をしてるの？とっても難しいお仕事よ。あやも大人になればわかるわ。お母さんはさ、お父さんがその人体実験したことを知ってるのかな。まあこの口調と知ってるような気がするよね。早く大人になりたいな。あや、どんなことがあってもお父さんのこと嫌いにならないでね。お母さん、急にどうしたの？お父さんのこと嫌いになんてならないよ。そうね。お母さんはお父さんのこと嫌いになっちゃったの？そんなことない。お母さんもあやと同じ。お父さんのことが大好きよ。よかった。お父さん危なっかしい人だから二人で支えになってあげましょうね。約束よ。さあ、
絵本の続きを読みましょうね。お母さんと約束したんだもの。何があっても私がお父さんを支えるの。待っててね、お父さん。って言われてもな、こんななんか殺人鬼みたいなお父さん速攻嫌いになりたいけど警察に通報だ。気がついた。あ、これ序盤に出てきた男の子だよね。助けてくれたんだ。安心して、僕は君の味方だ。え？さっきは驚かせてごめん。僕の顔見たらびっくりしちゃうよね。その顔の傷、お父さんにつけられたの？気にしないで、もう終わったことだから。みんなお父さんのこと怒ってる。あなたもお父さんのこと怒ってるんでしょ？君のお父さんを恨んだところで僕らは救わない。僕は君を助けに来たんだ。僕と一緒にここを離れよう。ダメ、私お父さんを助けに行かなくちゃ。行っちゃダメだ。屍の中には君を死の世界へ引きずり込もうとしている者もいる。このままここにいたら君の命が奴らに奪われてしまう。でも約束したんだもの。どんなことがあってもお父さんを助けるって。お父さんのことを諦めよう。いや、お父さんを助けに行くの。話して、聞いて。えっ、お嬢様。えっ、マリアの。お嬢様、ご無事ですか？マリア。お嬢様、なぜお逃げにならなかったのです？だってお父様が。教授のことは私にお任せください。私が必ず教授を連れ戻します。ですからお嬢様は早く安全な場所へお逃げください。いや踏んだよ今マリア、私も一緒に。お嬢様に何かあれば悲しむのは教授なのですよ。それにこの先に待っているのは。お嬢様にはお辛いでしょう。この先は私一人で向かいます。え、開いたよ。勝手に開いたけどどうやら向こうから私を迎えてくれるようですね。奥様、あなたの思い通りにはさせません。必ず決着をつける。あ、そこから行けるんだいや、ちょっと待って。え、どっちが正しいんだこれ。お父さんは流気殺人者でしょ。人を実験体に使ってさ、殺しまくってるマッドサイエンティストでしょ。それに従ってる助手が今の助手でしょ。でも助手もそう考えると悪い人には見えるけどね。ただお父さんが何のためにその実験を行ってるのかがまだ不明なんですよね。お母さんはどういう立ち位置なんだか未だに分かんないな。はい、というわけでね、今回はこの辺までにいたします。皆様ご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。